ユネスコの諮問機関は先月、追加の情報を求める情報照会を勧告。具体的には、北沢地区を構成資産から除外すること、相川吊る金銀山の緩衝地帯を沖合に拡張すること、工業権の所有者が商業採掘をしないと確約することの3点を求めていました。今日県議会で開かれた世界遺産登録を目指す議員連盟の総会で、県の担当者が現状を説明しました。真摯に受け止めをいたしまして、以降もその指摘に沿って対応を進めているところであります。ユネスコの世界遺産委員会は今月21日にインドのニューデリーで開幕。佐渡の金山は27日から28日にかけて審議される見通しです。県は現地の様子を見守るパブリックビューイングを新潟市や佐渡市などで開催する予定です。